日本中を巻き込んだ一大論争、答えがついに明らかとなる。2003年を締めくくる大一番、元横綱の名にかけて負けられない曙か、格闘家として崖っぷちに立たされた野獣、まさに国民的関心事となったメインイベント。 43% を記録したその数字が、特技大相撲第64代横綱あけぼのと史上最強の格闘家は果たしてどちらなのか。歴史のゴングが今鳴った。ゆっくり出ましたよ。ゆっくり続いていったのはサップ。最初に打ったのはまずあけぼの。さあサップの左、あけぼの前へ出る、前出ました、ね、横綱の圧力、ストコンタクト、そしてあけぼの右、右からのフック、ハンマーパンチのようなフック、攻めていってるんじゃないでしょうか。すごく来ましたよ。いいですね。サップのまずローが飛んできました。アケボノ右のロー、そして左のインドを、これを鍛えてきた。左のパンチ、アゴが浮いた。アケボノの左のショーター上最強王、まさに決定戦。左のインローボブサップ、やはり横綱の心を折れない、前へ出ていく。後半左のインド、このコンビネーションですね。そして右、右いいパンチありました。サップの右もいいですよ。ちょっとあのバッティング入りましたね。固め前、僕の右の右ですよ。左いいの入りました、細かいの。いい右入ってるんですよね。僕のパンチは重いですよ。いいパンチですよ。右と左入りました。さらにボディ、左フック、サップの左フック。サップのパンチいいですよ。サップのパンチいいですね。かなりもらいました。すごいいいパンチですよ。左右、フック、第1ラウンド残りはまもなく30秒。左フック、サップの左フック、前でのアケボノ、ここはスリップ、ノーダウン、ここはノーダウン。これちょっとね、時間がさあ立ち上がる佐渡、さあファイティングポーズ取って前へ狙い、残りは10秒。サップ右ストレート、第1ラウンドボブサップノックアウト勝ち。いやー、ちょっと残念ですね。赤コーナー、ボブサップ選手を勝ちです。ボブサップ、野獣神話、さあ野獣復活ボブサップ、その前に代表取締役社長山本秀俊様より勝利者のみ、あけぼのサップの世紀の一戦。いい右が入りましたね。そしてこのサップとアケボノ、互い豪華列車ロボスレールで行くアフリカ旅行の目録を渡しました。